高橋陸で、今年22歳で、普段は美容師をやってます。今日はでも全身古着ですね。自分でペイントしたものをデニムですね、両方上下ペイントしたものを使ってコーディネートしてます。色とかシルエットがやっぱ多いかなと思います。配色とか好きなブランドはスリーマンメディアっていう海外のやつなんですけど、それで系統はでも古着とミックスしたりするのが好きです。きっかけは兄がいて、兄がそういうのに長けてて、それで僕が好きになりました。おすすめは表参道のダミットっていう古着屋さんがすごいおしゃれだなと思います。使ってる財布はラウンデルっていうロンドンのやつですね。なんか兄からこれはもらったものですね。これを使ってます。使ってる香水はロクシタンのオーキデのオードトワレーですね。すごい甘い香り、結構多分レディースのやつなんですけど、自分が好きで使ってます。学生時代と比べてあんま変わんないかもしれないですね。着てる時自分が気分上がるものを着ることが一番だなと思うんで、あまり考え方は変わってないかもしれないです。さっきも言ったスリーマンのジャケットがすごい、パターンとかもなんか複雑な感じなんですけど、それがすごい好きで一番お気に入りかもしれないです。ジャケットかもしれないですね。なんで好きかって言われると一番目にやっぱ入るし、自分が服見てても手に取ってるのはいつもジャケットだからかな。最近注目してるのはそのスリーマンと、あとウェールズボナーとか注目してます。美容師の川島文夫さんっていうすごい大ベテランのレジェンドみたいな方がいらっしゃって、その方が一番尊敬してます。オーバーシーさんに行くことがあります。インスピレーションを受けてからカラーに移ったりすることが多いんですけど、これはあのモンスターハンターのアカムトルムから受けてこういう感じにしました。音楽鑑賞と、まあ、アニメ鑑賞とゲームとか好きです。儚い羊たちの祝宴っていう小説があって、それがすごいダークな物語なんですけど、めちゃくちゃ大好きですね。キングストリートとかか、それはファッションが普通におしゃれだなっていうのと、あと普通に物語も素敵でいいなと。プレイボーイカルティのロングタイムが一番好きかもしれないです。今後の目標は、まだ今美容師のアシスタントなので、とりあえずスタイリストになって一人前になって、で僕は美容師で終わりたくないので、そこから音楽とか服の方を始めていきたいです。好きな食べ物はフルーツの梨が好きです。今ヒートという美容室で働かせていただいてて、そこで今アシスタントをやってるので、モデルさんとか募集したいので、そこでインスタグラムを見て来ていただければ嬉しいです。